軽食、副賞、マント、帽子を着用したガーター騎士団の清掃儀式における女王随員を務めるために清掃をしたルイス・マウント・バッテン伯爵。左肩からガーター勲章の大樹、サロクニ、同清章、バス勲章ナイトグランドクロスの聖章、スター・オブ・インディア勲章ナイトグランドコマンダーの聖章、ロイヤル・ビクトリア勲章ナイトグランドクロスの聖章、喉元に、 メリット勲章、左胸リボンバーの最上位に、ことこう勲章を着用している。マウントバッテン伯爵は、バス勲章ナイトグランドクロス受章5回の、メリット勲章を受章している。勲章を廃用した、空軍将官。右肩から、バス勲章ナイトグランドクロスの大樹、サロクに、同性章、喉元に、大英帝国勲章コマンダー章、左胸リボンバーの最上位に、 ロイヤル・ビクトリア・勲章ルテナント賞をつけている。この人物も、その後、バス勲章ナイトグランドクロスより、会のロイヤル・ビクトリア・勲章ナイトコマンダーを受章した。イギリス及び、英連邦王国の勲章、勲章が国家に貢献したものに対して勲主あるいは、元首によって与えられる方章であることから、英国勲章を共通の勲章とする、英連邦王国の国々では、 国家への功労者に対しても、イギリスの勲章が授与される。その一方で、各国の事情や受賞者枠の関係から、イギリスの勲章に代わるもの、あるいはその国独自の章も制定されている。受賞者枠の関係では、シスル勲章や、イパトリック勲章の制定も、イングランドのガーター勲章に対して、スコットランドとアイルランドの受賞者枠を確保することが、大きな理由の一つである。 イギリスの勲章は、騎士団を形成するオーダーと形成しないデコレーションに分けられ、デコレーションには、クロスやメダル名称がデコレーションとなっているものがある。オーダーのうち、大英帝国勲章ナイトコマンダー以上で、メリット勲章とコンパニオンズ・オブ・オーナー勲章を除く、勲章の受章者がナイト尺に上される。オーダーには、騎士団と勲位双方の意味があり、 現在でも騎士団的な要素が強いため騎士団と訳す方が適当な場合もあるが一般的にはこれらも勲章と訳されている現在においても叙勲された人物を騎士と呼んでいる以上のようにオーダーは騎士団員の証であることからオーダーが死後叙勲されることはない1993年に英典制度の改正が行われた主な改正点は 軍人用のデコレーション等の授与条件から階級が撤廃されたことであり、将校のみとされていた賞が全階級に授与されるようになった。それに伴い、歌詞館、平成用の賞の多くが廃止された。ビクトリア十字賞受賞者外、ギブソンのメダルバー。左端に、ビクトリア十字賞、ついでこと公勲賞、ディスティンギッシュとフライングクロス、2個の戦線従軍賞。 最後尾に第二次世界大戦の従軍記章が並ぶ。ジョージ・クロスを受賞したオーストラリア海軍歌手館のメダルバー。ジョージ・クロスの次に第二次世界大戦中のイギリス海軍時代に受賞したディスティングッシュとサービスメダルと3個の戦線従軍章。第二次世界大戦の従軍記章、オーストラリア海軍所属となった後に従軍した2個の朝鮮戦争に関する従軍記章。 最後尾に永年金属賞が並ぶ。スター・オブ・インディア勲章・ケベック州ロンドン・ガゼットによるイギリスの勲章等を廃用する際やポストノミナルレターズを列記する際の序列は以下の通りである。同福国には1993年より前に廃止され現役の受賞者が存在するとは思われない勲章等もリストアップされているがここでは省略した。重要基準は a 王室公式サイト、英陸軍公式サイトによる、ロンドンガゼット、ナンバー56878、P3351 から3355、14、マーチ2003、サプリメントナンバー1。ありがとうございます。